515事件は軍の若手エリートたちが起こした事件です。犬飼剛が暗殺された事件って習いますけど、実はその裏には昭和維新と呼ばれる壮大な計画があったんです。かつて明治維新という革命がありました。幕府をぶっ潰して新しい政治が始まりました。あの明治維新のように今の政府をぶっ潰して軍主体の新しい政治をやろうぜ、これが昭和維新というクーデター計画なんです。これがまあほとんど大失敗して首相の暗殺だけ成功した、これが515事件なんです。当時は軍と政府のスタンスが正反対でした。軍は満州事変を起こすなどイケイケな感じでした。対する政府はお金がかかるんで戦争なんかやりたくありませんでした。ところが国民は戦争やれっていう雰囲気だったんです。まあこれまで日清戦争、日露戦争、第一次世界大戦とか戦争で勝ったり儲けたりしてばっかりだったんで、戦争にはいいイメージしかなかったんです。つまり状況は国民は軍を支持していて政府は嫌われてるっていう感じだったんです。すると軍の若手エリートたちが政府に不満を持ち理想に燃えてきます。いつだって若者は熱いんです。それで今の政府を潰して軍が政治をやるべきじゃねっていう考え方が出来上がってきます。ということで軍の若手エリートたちは昭和維新計画を練り上げていきます。総理大臣官邸を襲撃、同時に大臣や立憲政友会本部も襲撃します。そして東京の変電所を襲撃して停電を起こして東京をパニック状態にします。そうすれば政府は戒厳令を出すはずです。戒厳令とは緊急事態の時に軍がスムーズに意思決定できるように政治の権限を軍に移すという法令です。この戒厳令を政府に出させてそのまま軍で政権を奪っちゃう、これが昭和維新計画です。そして計画実行日は5月15日に決まります。この日は休暇が取れる日曜日です。そして来日したチャップリンの歓迎会が首相官邸で行われるということで首相は必ず官邸にいます。さあ準備は万端です。1932年5月15日午後5時半頃、若手エリート9名が首相官邸に入ります。チャップリンの歓迎会は急遽中止になっています。実はチャップリンも暗殺対象になってたみたいなんです。しかしチャップリンの付き人の日本人がそれを察知して急遽中止にしたんです。チャップリンはギリギリで難を逃れていたんです。しかし犬飼剛は官邸にいました。9人の狙いは犬飼ただ一人です。警備をしている警察官を銃撃しながら犬飼を探します。そして食堂で犬飼を発見、一人がすぐに拳銃の引き金を引きますが、これは空砲に終わります。話せばわかる。犬飼はそう言ってなんと若手たちを客間に招いて説得を試みます。犬飼も肝が据わっています。一同は客間に入ります。犬飼は自分が考える日本の将来のビジョンをプレゼンします。若手のリーダー三上が質問をし犬飼が答えます。すると若手の一人が問答無用撃て突然叫びます。そして9発の銃声、うち3発が犬飼に命中します。これもしかしたら犬飼は説得に成功しかけてたんじゃないですかね。だから若手たちは納得しかけてる自分に焦って撃てってなっちゃったんじゃないかなってね、僕は想像してます。さて銃撃を食らった犬飼はまだ意識がはっきりしています。そして駆けつけた女中さんに話を聞かせるからあいつらを連れてこいって言います。まだ説得する気です。さらに9発中3発しか当たらないってちゃんと訓練してんのか、陸軍の心配までしています。しかし次第に衰弱していき23時26分、犬飼は亡くなります。犬飼が撃たれたのと同じ頃、若手の別グループたちが各地で襲撃を実行していました。内大臣の家、立憲政友会本部、三菱銀行本店、各地で手榴弾を投げ込みます。そして変電所も襲撃します。しかしほんの一部しか壊さなくて全く停電になりません。東京をパニックに陥れることはできませんでした。さらにそこから警視庁本部に集合して決戦を挑むという計画だったんですが、各グループの到着がまあバラバラで決戦なんてできたもんじゃありません。結局ちょっとした小競り合い程度しか起こりません。そして若手たちは東京憲兵隊本部で自首、昭和維新計画は大失敗に終わったんです。そして若手たちは裁判にかけられます。殺人罪なんで本来は重い刑が与えられます。しかし当時は国民が政府よりも軍を応援してましたよね。なので除名嘆願運動が起こるんです。それで若手たちには軽めの刑が下されます。そうなると軍の人たちは、あ、事件を起こしても軽い刑で済むんだなって思いますよね。暗殺事件をまた起こしやすい雰囲気になっちゃったんです。これが226事件につながってきます。
さ総理大臣官邸ですね。ここがまさに犬飼剛が暗殺されたというその現場ですね。でここは他にも226事件で岡田圭介首相が狙われたり、あと太平洋戦争の時に鈴木貫太郎首相が狙われたりして、ちょくちょく官邸が襲われているんですね。だから昭和ドラマの舞台にここがなっているということなんですね。